ここからはドライブのコーナーです。今年最後のドライブは、ちょっと趣向を変えていつもと違った内容でお届けしていきたいと思います。ゲストはこちらです。ドン。この人は誰でしょう。こんにちは。こんばんはですね。はい、今日は長谷川さんが担当してくれる、まあ、そうなんですよね。ちょっと何やってみようかなと、まあ、最近ですね、なんか音楽、まあ、作ってくれないかとか、あるいはいやそれどうやったら作れるのとかっていうことをよく聞くので、まあ、なんかそんなことをですね、軽くこんな風にできますよっていうのをお見せしようかなと思っています。ケンズワールドですね。昨日あたりケンズバーとかやってましたけど。あ、いいですね。まあ、一番ある名前ですから ね、ケンはよく使われますよね。いいですね、はい、そして彼は、はい、ですね、まあ、僕の行ってる学校の卒業生の田村君でございます。はい、はい、田村です。はい、ギタリストで、学校ではよく、まあ、音楽談義をしたりですね、はい、まあ、いろんな談義をしてきたかなと、ね、いうことで、去年卒業したんですけれども、はい、ですね、まあ、ちょっとね、再勉強、再勉強でもしますか。ここですね。そんな感じでしょうか。はい、前にトリッキーアートっていうバンドでこちらで、出演したんですけれども、はい、はい、そうなんですよね。トリッキーアートってフュージョンのですよね。そうです、 CD 持ってますもん。その際はね、トリッキーアート実はあの後解散しちゃったんですけど、伺ってました。そういえば、はい、1月に1回だけ復活ライブします。はい、そうなんですよ。あ、そうですね、はい、せっかくなんで、1月26日日曜日ですね、来年の、場所が苗穂のオリンピアボールっていうあのボーリング場があるんですけど、その地下にあるデニーズバーっていうところで、ライブ復活ライブをやります。はい、はい、いいと思います。いいですね、はい、じゃあですね、そろそろなんかやりましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと一回これですね、今 BGM かけてるのでこれを落としたいと思いますね。もう何でも今 Mac 1台あるとできちゃいますね。皆さん Mac ですか。私は Windows です。あ、 Windows ですね。はい、Mac ですか、 Windows ですか。あ、ね、音楽業界では結構 Mac 使ってる方多いと思うんですけども、うん、本当に Mac って何でもできちゃう、そんな感じです。はい、そうですね、ちょっと音量をですね、さっきの方ミキサーの方上げていただいていいですか。上げましたでしょうか。はい、今開いてるのはガレージバンドっていうソフトなんですけど、はい、Mac を買うとこれ無料でついてくるんですよ。へー、そうなんですよ、実は。へー、私は Apple の人間ではないですけどね。ねー、はい、なんかもらってんの。そうですね、本当に Mac ってもう最初にソフトがついてきてでですね、まあ、もちろん僕らは通常使わないんですけど、はい、通常はもっと違うソフトを使うんですが、うん、結構これでも音楽簡単に作れちゃうんですよ。これ本当に何もなくてもですね、はい、このミュージックタイピングって言って、はい、ここのキーボードありますよね、はい、キーボードがキーボードになるんです。あ、面白くないですね、ごめんなさい。ですね、鍵盤になる。キーボードが鍵盤になるんです。え、今のギャグだったんですか。はい、いやいや、そんなことないですね。そんなこと言うわけないですよね。そうですよね。はい、すみません、はい、ということでですね、これ今ここに書いてあるように A とか S とかって書いてるんですけど、うん、左上にですね、このトラックっていう表示があって、はい、今ドラムトラックをちょっと緑色にしました。うん、はい、するとこれドラムが音が鳴るように今設定したんですけれども、はい、このパソコンの中にですね、うん、その音が、うん、一つ一つの音が入ってるという状態ですね。よく皆さん CD 聞いてますよね、はい、CD の一部分のその一瞬の音がこのパソコンの中に入ってるという状態なんですよ。なんかよく AIFF とかそういうファイル聞きますよね、ウェブファイルとか、うん、そういうファイル
が短いファイルがいっぱい入っていて、はい、それを呼び出しながら音を鳴らすっていうことなんですよね、うん、例えば今鳴らしますよ、なんか太鼓の音鳴りましたよね、うん、はい、はい、この太鼓の音っていうのがこの中に入っているので、それを呼び出すっていうことなんですよ。これを押すことによってその音を一回一回呼び出してるんですね。そうですか、救急車の音ではないですね。救急車の音はこれはそうですね、僕の力では出せないです ね、 ちょっと難しいです、はい、ちょっと言ってみました。はい、はい、まあ、もちろん救急車の音をこの中に入れて呼び出すということもできます。へ、はい、いい質問だった。あ、それやってみてもよかったです ね、はい、まあ、今度やりましょうか。そうですね、第2回はい、ということで、まあ、これ太鼓の音がこうやってなってるんですけど、あ、シンバルにもなりましたね、はい、これちょっとですねやってみましょうか。ちょっとマイクを持っていただいて、はい、はい、例えばこれだけで演奏ができます。かっこいいみたいな、みたいな、まあ、ことができますね。はい、で、こういうのって、はい、まあ、ミディっていう、まあ、信号でやり取りをしてるんですけど、はい、どうしてもちょっと遅れがあるので、あんまり早いのはちょっと追いつかないんですよ、はい、ただもうちょっと優れたソフトだったり、うん、外にキーボードをつけたりするともうちょっと速いこともできるんですよね。だからちょっとあんまり早くやると遅れが生じるんですけど、はいはい、ちょっとガタガタになりますよね。ちょっと追いつかないんですよ、押してる、わかんないですよね、多分わかんないですよね。いい感じで聞こえちゃってます、はい、了解でございます、はい、じゃあですね、はい、これまあもちろんこうやって音を出すだけだったら何にも意味がないですよね。残っていかないので、うんうん、そうですね、鳴らしたはいいけどそのままになってしまう、はい、鳴らしっぱなし、ね、はい、ちょっとしたら田村さん、田村君、ドキそんな呼び方したことないだろうって言われそうですけど、はい、どんなリズム好きですか、何ビートがいいですか。8ビートで。あ、普通に言ってくれましたね。その中では16ビートってなってたんだけどな。まあ英語で言うとそうですね、あの8ビート、16ビート、はい、16ビートだと、いや、以上16ビートだとゆっくりやればできるんですよ。あー、ちょっとできないな、これ反応がしないので、もう手の方が速くなっちゃいますね。でちょっとそれができない、まあ、ゆっくりですね。例えばテンポを、うん、これ打ち込みのいいところなんですよね。こうやってゆっくりするんですよ。でタッ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 タぐらいなので、ツッ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 、あ、これだったら32ビートになっちゃった。ってやるとですね、今上ここに出ましたよね、はい、これが録音された状態なんですよ。で実はこれテンポを上げると、うん、聞いてみましょうか、はい、かっこいいというふうに簡単に速いビートも打てるということなんですよね。すごいね、いろいろ方法があって、うん、じゃあもうちょっと、まあ、そんなことできるわけないだろうというふうに思われそうですので、はい、もうちょっとやりやすい方法を考えてみましょうか、うん、はい、でこれはやり方って決まってないんですよね、実際には。あ、うん、で例えばこのようにドラムのトラックをいっぱい今作っていこうかなと思っています、うん、あ、こっちですね、ドラムのトラック、ごめんなさい、ですね、例えば、うん、今、はい、ドラムトラックがこれで3つになりました。じゃあ例えばこの1個目に、はい、きっとこれだったらできるんじゃないかっていうのをちょっとやってみます。はい、いきますよ、普通どうしようかな、80ぐらいでいきましょうか。なんか面白いね。面白いですか。面白いです。例えばドゥーッドゥッドゥッ、このように今ハイハットって言われる、まあ、シンバルの、ドラムでいうと右手で叩いてるチチチチチってよく見ますよね、はい、チチチチ、あの部分を入れたんです、うん、じゃあもう一つのトラックに今度はこのキックっていうのを入れてみます。
音、まあ、ちょっと乱れましたけれども、これ実はですね、はい、乱れても便利な機能があるんですよ。乱れを直してくれるの？そうなんですね。例えば、まあ、タイミングクロノコンタイズっていうのをかけることができて、はい、ここの音符たちですね、このように指定します。指定して、タイミングを、まあ、今8ビートなので、まあ、8分こう、まあ、1パー8って書いてますね。ここにするとちょうどそのタイミングに音が鳴ってくれるという状態をしてくれるんですよ。するとぴったりですよね、うん、はい。そしたら最後にここに今度はいわゆるスネアというやつです。スネア？スネアというのはずっとパンッとずっとパンッてやるやつですね、はい、うんうん、はい。面白いもんですよね。ツッツッパンって大体みんな何やってるか分かりますよね、うん、分かりました、はい、ね、うん、はい。ということで、そこの音が今度ここになるんですね。はい、はい、いきます。このように簡単にドラムのセットの音楽ができてしまったという形になります。もちろんこれは手で打ってる場合に作る作り方なので、もともと入ってるものを貼り付けるということも本当はできるんです。ただせっかくですので、はい、手でもこうやって作れるということを今日はお見せしようかなと思ってやっています。はい、するとですね、もうこれで3つできてますのでドラムセットになってますよね、うん、はい。そしてこれをビョーっとこう伸ばすんですよ、はい、ここでもループができてますので、はい、もう何歩でも何歩でも何小節もずっとつなぐことができるんですね、はい、はい。そしたら今度は違う楽器を入れてみましょうかってことになりますね、はい。例えば なんか曲ネタ、あでもな、あんまり本当は著作権あるから、あんまり最近じゃない曲がいいかな。最近じゃない曲ですか。古い曲というか、まあ、猫踏んじゃったとかですか。猫踏んじゃったね。このリズムでないです、ね、ないね、ちょっとね、そうですね、ちょっとそれはないかなと思うんですけど、なんかキラキラ星ですか。キラキラ星ね。なんか超定番で来ましたけれども、はい、そういう感じでもいいかも。ちょうどクリスマスですからね。そうですね、そういう感じでいきましょうかね、はい。じゃあですね、まあ、せっかくクリスマスなんですけどね、はい、じゃあちょっと一回 DTM から離れます。あ、 DTM って何も説明してなかったですけど、まあ、こういうデスクトップのパソコンミュージックのことを言うんですけど、まあ、キラキラ星もそうですね。ああ、ちょっとマイク持っていただいて、はい。まあ、皆さん どうですか。キラキラ星こんな感じですか。こんな感じですかね。こんな感じです。そうですよね、はい。でもせっかくなんで、うん、なんかアレンジ入れましょうかね。はい。で、まあ、アレンジ講座っていうのもそのうちやってみてもいいかなと思うんですけど、うん、面白いですね。本当にコードが変わるだけでちょっとおしゃれになるんですよね、はい。例えばどうですかね。さっきとちょっと違いますね。違う、なんか大人な感じになった。なりますよね、うん。そのように、まあ、コードをちょっとアレンジするだけで音楽が変わるので、はい、ちょっとアレンジしたバージョンで作ってみましょうか。はい、はい、じゃあちょっと戻りましょう。はい、こんなの自由にできたら楽しいだろうね、まあ、そうですね、自由にできたら楽しいかもしれないですけどね。確かに自由にできるには時間がかかるかもしれません。ですよね、はい。
ただ本当にでもこれは初歩的なものに近い方なので、はい、まあ、1年ぐらい勉強すると、1年ぐらいでできるんだ、まあ、まずこのぐらいの打ち込みだったらもう一月もあればできると思います。はい、ですけど、まあ、アレンジとかになってくるとやはりまあ2年ぐらい通ってね、できるようになるように教えてきたつもりなんですけど、できるの？どうでしょう。僕習ってない。ああそうですか。あれおかしいな、はい、あれ教えな、本当、はい、本当習ってない。あそうですか、はい、あおかしいな。あそういえば川上さんどうですか、アレンジの勉強しましたよね。アレンジ、はい、そうでしたね。僕はちょうどあの、まあ、田村君の前の年に卒業したんですけど、はいはい、長谷川先生からはいろいろ教わりまして、やっぱ今と同じことをおっしゃってましたね先生。なんかいつも同じこと言ってるみたいになってますけども。まあそうですね、基本を今言ってるんですけどね。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、アレンジのことはちょっとさておきなんですけれども、せっかくなんでこれにベースを入れてみましょうか。はい、どうしますかね、まあ、アレンジ方法もさっきのじゃないのでもいいんですけど、うん、あ、まあ、新たにっていうとまた混乱するかな、どうしようかな、ちょっと待ってくださいね。今度はベースの音です。まあ単純にいきましょうか、あまり複雑じゃない、アレンジでいきましょう今日は、ね、はい、どうしようかな、これ鍵盤じゃないと弾きづらいもんですね。私も鍵盤じゃないので作るってめったにやらないんですけど、今日はあえてやっております。ここはちょっと言いましょう。はい、ちょっとここまで入れてみました。その後ドゥ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 ですよね、うん、そこも入れてみましょうか、せっかくなんで、はい、どうしようかな。こういう時はですね、本当にトラックをどん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 増やしていくと、はい、はい、大丈夫ですか。はい、どうぞ。楽なんですよ。まあ、躊躇せずこういうのは増やしていって、もうその続きから入れようなんていうめんどくさいことをしないで、うん、トラックを増やして適当に鳴らしながらその後を入れるというのが一番結構楽です。うん、ちょっといってみましょうかね。録音、はい、あー間違った、ごめんなさい。ここどこがこうか、これ音符と鍵盤じゃないのは難しいもんですね、意外と。長谷川先生でも難しいんですね。いや、鍵盤、そうですね、なんか文字が鍵盤に見えるというのはなかなか難しいかもしれないですね。ちょっと言ってみましょうかね。はい、ごめんなさい、言ってみましょう。まあ、何回間違っても直せるのでこれがいいところです。間違った、もう一回だけいきますね。ごめんなさいね、本当にノープランで来てしまいましたので。大丈夫、いきますよ、はい、この音 T か、はい、ボタン、はい、ここまで作ってみました。でさっき、作ったやつをこっちにやると、これで大体つながってると思います。ちょっとこれに合わせてピアノも弾いてみましょうか。はい、大きくなってると思います。はい、
ちょっとヘッドホンで聞いていただければ多分ボリュームが分かるかなと。じゃあ、 スタートを押していただいていいですか。はい、はい、ごめんなさい、ちょっと自分で入れたコードがちょっと覚えてなかったですけど、後半合ってたかなと思うんですけど、かっこいい、どうでした、ちょっと何を入れたか忘れちゃいましたけど、音を、前半ちょっと間違えましたね、ごめんなさい。例えば今入れたのって、うん、音楽知ってる方だと分かるかもしれないですけど、例えば、まあ、これは C という音なんですけどね、うんうん、で、まあ、C キーで作ってるので、うん、これはいわゆる C メジャー、うん、で次にトゥーントゥーンって、これ B フラットとフーントゥーントゥーンって言ってるんですけど、これの音って C7 スって言って、まあちょっと DTM 講座なんですけど、編曲講座ちょっとだけ入りますか、ちょっとだけ、あ、ごめんなさい、マイク持っていいですか、持ってもらっていいですか、あ、マイクはい、例えばっていくよりもっていくとどうでしょう、なんかこう進んだ感じがしません、うん、はいはい、これ、まあ、ちょっと学校でもよく話するんですけど、はい、一番最初に皆さんに会うと、うん、まず何を言うかっていうと、これ多分どんな方も、はい、通ってきた道なんじゃないかと思うんですよね。学校でね、必ずね。学校で通ってますよね。はい。はい、これって指示されてるんですよね、完全に。行ってこいなんですよ。戻れという指示がされてるんですよ。わかります。わかります？指示されてる感じしますよね。はい。これドミナントっていう音なんですけど、これ、まあ、ドミナントってまあ支配的なっていう意味があって、これここから戻りなさいって必ず言われるんですよ。この戻りなさいっていう要素をさっきここに入れたので。戻りなさいっていうよりはその次に5度下がるっていうことなんですけど、うん、そっちの方向に行くっていう音楽なんですよね。それを要素を入れるだけで音楽がちょっと変わっていくっていう要素なんですよ。でもこれいろんな考え方はあると思うんですけど、やっぱり僕的にはそのドミナントっていうものによって音楽がこう方向性がやっぱ変わっていくので、はい、まあ、そこが一番こう重要なのかなということをよく教えるんですけど、はい、それでちょっと音楽が面白くなっていくと。で、さっき僕が何の音を入れたかちょっと分からなくなって、あまりここモニタリングができなくてなよく分からなかったんですけど、はい、そういうふうに音楽を作っていくことができますという説明なんですね。面白い、はい、今度時間あったらまたですね、はい、もうちょっと違ったことをお話しできたらいいかなと思うんですけどね、はい、もっと聞きたい感じですね。もっと聞きたいですかね。ずっとやってもらいたい、はい、今度はそのうち鍵盤とか持ってきて、もっと大掛かりにね。いいですね。で、せっかくなんで、うん、そのうち田村君にも来ていただいて、はい、今度ギターも録音するっていうのもね、面白いかもしれないね。そうです。せっかくならね。そうです。パソコン苦手な田村君なんですけど、あ、苦手でもないのか。Mac が苦手です。そう、Mac が苦手なんです。そう、パソコンは得意なんだよね。はい、パソコンは得意なのに Mac が苦手っていう、はい、ね。そろそろ Mac に、そろそろ Mac、 Apple の人間ではないですけど、はいはい、でもそろそろ Mac をご購入されてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで、はい、今日は、はい、このぐらいにしたいと思います。はい、ありがとうございました。いや、楽しかったですよ、ね、これ番組の中で番組 の BGM になるようなものを作ってみるとかもいいかもしれないですよね。動画を結構作る方がいて、著作権フリーの音源を作りたい人が多分いっぱいいると思うんで、そういう講座をやってほしいです。そういう講座をやってほしいって言ってます。私も YouTuber を目指します。本当か。はい、わかりました。はい。
じゃあそろそろ番組はエンディングに向かってよろしいのかな。はい、そろそろ番組エンディングになりました。今日はスタートがちょっと30分ぐらい遅れたっていうところもありまして、結構時間が押しておりますが、最後まで見てくださった方本当にありがとうございました。またあのアーカイブで見てくださってもいいかなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、2013年今年最後の放送でした。今まで今年も大変お世話になり皆さんありがとうございました。来年2014年の、最初の放送は1月の24日かな、はい、夜8時からの生放送になります。また新たな取り組みもしていきたいと思っておりますので、はい、また見に来てください。寒くなりますので風邪などひかないように、はい、良いクリスマス、良いお年をお迎えください。はい、今日もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた来年、失礼します。